でもご飯食べたらスープなんですけど、これ食べたらめっちゃ眠たくなるだろうなと思って、今ちょっとね、危険なの。お話し会楽しすぎ？そう思っていただけて嬉しいです。次6部？次何部？もう分かんない、何部。今何部やってるか全然分かんない。みんなが思ってる8倍ぐらい何言ってるか分かんない、私。もうなんかシートが分厚すぎてマジで分かんないのよ。何って言わないとマジで分かんなくて、で何回も聞き返すのも申し訳ないなと思うんだけど、マジで聞こえてないから、会話に成り立たないので、聞き返すのも面倒くさいなと思って、なんかし、なんかそんな、なんていうの、何言ってるか分かんないけど、とりあえずうんありがとうって言ってる時もある。マジで何言ってるかマジで分かんない。お洋服かわいそうね、かわいいでしょ、お洋服。
また機会があったら会いに行きます。楽しみだね。食べ過ぎぐらいですよ、マジで。めっちゃお腹すくんだけど。リボンかわいい、嬉しい。もう眠たくなってきた。やっぱりご飯食べたら眠たくなるんだよね。最近食べながら寝てる時もあるし。マジでもう本当漫画みたいになってなってる。髪型天才思ってないじゃん。なんなん、マジで。喋り会の例のパーテンション声聞こえない。だから声聞こえにくくって、私も張るじゃん声。そしたら喉がもう終わってきてるんですよね。おしんどいんですよ。そう、なるべく早めに来てください。皆さん、なるべく早めに。めっちゃうるさいね。ビビ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 。
リーチは。あーやばいやばい、めっちゃダボい、死んでしまうかもしれない、眠すぎて。トゥ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 、一日でも食べないと。リカちゃんのお顔がえ、顔でかいで有名なんですけど。こんなに辛いメンバーなんせないよ、力ないで。お洋服インスタ上がりますか？上がります、撮ったのでちょっと待ってください。控えなさいよってママは言うけれど聞けなくなる。やめようって信じたのに気づくと食べちゃって。さっきも楽しかった。本当ですか？え、なんかさ、やばい人来てさ、なんかリカちゃんの左腕が見たいですって言われて、いやだから私もね出たくて出たいねって言ってるんですけど、なんかそのねスケジュールとかが取れなくてリハができなくてっていう話をしたの。そしたら、そんなことないでしょみたいな、言ったらすぐ出れるよ言われて、え、言っても出れねえからこうなってんだろうがよって言っちゃったえ、何が分かるのっていう感じやね。リカちゃんに嫌なこと言わない。でもなんかもう私がなんかそうだねみたいな感じで喋ってたのに急になんかはみたいな、できねえから言ってんだろうがよみたいな感じで言ったらすごいなんかめちゃくちゃ機嫌取ろうとしてたけどもう聞こえなかったのに、はいはいさよならって言ってたからはいさよならって。18時になったら行きます。どの目線で喋ってるんでしょうか、マジで。それてかさ、本当にさマジで腹立つんだけどさ、もうなんでさ、仕事さ私が頼んだことはやってくれないのにさ私に頼まれたことやらなきゃいけないのって感じじゃない？だって条件一緒じゃない？うん、私だから仕事でしょお金もらってるよねって言われて、お前もなって思うんだけどお前もお金もらってマネージャーやってんだろってなんで私が頼んだことやってくれないくせに私は頼まれたことやらなきゃいけないの？って思って今切れてる
18時までやるね。めっちゃリガンこれ恥ずかしい。もうマネージャーじゃなくてイケオジの NGT の曲ってどんな曲も姫の声の成分だよ。いやじゃあ今のとこがめちゃくちゃ私の声だったんだよ私のパート一発でバレる。中もずっと聞こえてる気がする。ほんと？これ今聞こえてる？リカちゃんの声分かりやすいか、ね、分かる。めっちゃ分かりやすいよね私の声。裏の音が好き。何？声。なんだろう。キレキレ祭りか。何祭り？可愛いです。可愛かった、似合ってたよ。多分ねうるさいんだよね。私だってブース分けられるもん、私と他の子たち中井さんこっちでってもう指定され、はい多分うるせえから多分でっかであでかいでかい祭り。声でかいんだよね多分。私受付時間守らない人嫌いなので、受付時間ギリギリに入ってきて滑り込む人本当に嫌いですだから平気で待たせますよ。ギリギリだったのが悪いよね。余裕を持って入る。てか単押しだったらそんなことにならないはずだから。ね、よっぽど仕事が長引きましたとか。でも私もそれは仕事でやっているので、待たせます。余裕で。私の時間の配分は私が決めたいので。この曲はめっちゃいい曲だよね。めっちゃ好きなんですけど。
かちゃんに会えると思えば待ち時間も耐えられる。かわいい。これ誰の歌声？あ、みはるだ。かわいい。ノラの2回目見たら昇天昇天ってやばいね天に登っちゃってるからね。本当に可愛すぎてこういう曲しました。うん、女の子の方が可愛い。みんな私のレーンに来る女マジで全員可愛い。女女マジで全員可愛いからな。私のレーンだけすごい可愛いもん。センスがいい皆さん。本当女の子みんな可愛すぎて食べた食べてるやん。押し入れてしまったか。最近リカの好きな歌はなんだろう。 NGT で好きな曲ね。でもワテゴナーも好き。リカちゃんに会うために遊び用に行ったので気づいて。ねえ、可愛かった髪の毛。リカちゃんねんだけ本当女の子多いの。そうでしょ、多いんです。女の子嬉しい。みんな可愛いんだよ。しかも絶対私よりアイドル向いてるだろうみたいな子が並んでてちょっとびっくりしちゃう。どっちがアイドルなのかわからない現象がいつも起きてる。リカ姫に会うために今から病院行け。剣取ってねえだろうがよ。すごい。4月22だっけ次オフライン。新潟ね、ありますよね。なんか多分刀剣ない臭いので当日剣ね、後悔のないように取っていくってください。今日で買い増してくれてる人とかいてめっちゃ嬉しいです。新潟行かせてじゃない新潟本当来る。新潟追加で申し込んだよ。
マジ？歌なんだ。全然知らないのに歌ってたわ私。ちょうだい。だってなんかいい感じ。全然知らないよこの曲。初めて聞いたぐらいの。テンション。ラララ、タタタン。4月だとオカマ会場も寒くないね。寒くなくはないんじゃない？だって、だって新潟って3月でも雪降りますよ普通に。チョコレートでも眠れラーメン用意した？左右に揺れてても本当に可愛い。適当にコメントしてるだろ。ゆかちゃん誕生日に行く予定です。今は行かない。誕生日だいぶ先ですね。禁断症状早いんだよねこれダンス。TikTok に上がってるので見てください。自分の葬式では不謹慎だろ。叱らないで。もしや音絞ってくれたかな。そんな優しくないか。そんな優しくないか。さすがにチョコネーム踊って。マジで難しいのにありがとう。テカーナこれ。何のパチパチこれ。何のパチパチこれ。ありがとうございます。うわびっくりしたびっくりしたびっくりした。後ろの方見えますか。ありがとうございます。すごいなんかすみません急に午後の終わりに呼び出してしまって。はい、みんな、はい、これ何？この度副音声。
で卒業をすることを発表させていただいて、今日が最後のオフラインおしゃべり会になるので、ちょっと少しだけご挨拶させていただけたらなと思います。今日は皆さん来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます全然いいよ、全然いいよ。すごく久しぶりにこうして、あ、全然こっち映しとくね。お話できてすごくなんかすごく嬉しいし、すごく楽しい時間だなって思いました。うん、なんだろう、すごく今日とか副音声上手、去年くらいから副音声みたいになってる、会うイベントが始まって、なんだろう、今までそれこそ私が中学生の時からすごいみんなが来てくれたロリコンおっと、すごい昔から応援してくださった方とかが久しぶりに来てくださって、すごくなんか、なんだろう、なんかすごくこんなに、なんだろう、中学生の時から自分のことを見て応援してくださる方がいるって本当に嬉しいことだし、ありがたいなと思っています。本当にありがとうございます。もうちょっと待つね、これ終わらないと、なんか、なんかこの最中に終わっちゃうことになっちゃうから、なんか私はすごく、なんだろう、別に特にでも行かなきゃなんだよね、私面白いことでいるとかね、行かなきゃだね、なかったと思うんですけど、なんかそんな私に、じゃあちょっとランキングだけ読みますね。7位が、ハチさん、6位が元吉さん、5位がタケさん、4位がゴーちゃん、3位がフォカさん、2位がヒョージさん、1位がホリモクさんです。元気をもらえたので、本当にいつもたくさん会いに来てくださって、すごく私も元気もらってました。あとはもう卒業まで1ヶ月ちょっとくらいなんですけど、本当にたくさん皆さんと思い出が作れたらなと思いますし、バイバーイ。劇場公演もたくさん、ちょっと行かなきゃいけないみたいなので行きますね。すいません、こんな感じで後でまたやります。バイバーイ。